令和元年9月16日、大阪鶴見緑地町球技場にて、2019 X リーグディビジョン3ウエスト A ブロック開幕戦になります。クラブアイランズ対リードエフォートエールズの一戦が12時キックオフ予定されております。ただめから試合開始前のコイントスを行います。リードエフォートエールズの試合を行います。手前側カラーネイビーのユニフォームがクラブアイランズ、奥側ホワイトのユニフォームがリードエフォートエールズです。なおリードエフォートエールズは今季より X リーグに新規加盟した、新規チームです。前半クラブアイランズレシーブ、リードエフォートエールズキックオフ、クラブアイランズリターンで試合が始まります。本のユニフォームがクラブアイランドに対しまして、白のユニフォームがリードエフォートエールズです。プレーナンバー1の11、エールズファーストダウン10、ボールオン相手陣37ヤード。パス不成功。セカンドダウン4に訂正します。パス成功、ファーストダウン。エールズファーストダウン。クォーターバック18番パスを投じようとしましたが、相手をかいくぐりつつも、しかし最終的に QB サック。QB サック、再びパスを投じようと18番相手タックルを避け続けましたが、これをアイランズ50番が QB サック。プレーナンバー2の6、アイランズフォースダウン11、パントフォーメーション、パンター10番。エールズ2番リターン。ナイスリターン。ほぼ陣地を取り返し、アイランズ陣10ヤード付近でボールデッド。ここからの攻撃となります。タッチダウン。ランニバック26番、ハンドオフから左オフタックルを駆け上がり、そのままエンドゾーン飛び込みタッチダウン。エールズ6番獲得です。エールズ6点獲得です。アイランズセカンドダウン5、ボールオンハーフウェイ。QB サーク、中央へのラン。しかしここでファンブルが発生した模様。ターンオーバーです。パス不成功。ナイスラン、ファーストダウン。
パス成功、タッチダウン、クォーターバック18番プレーアクションからワイドレシーバー19番へのパス、19番これをエンドゾーンでキャッチしタッチダウン。小田恭介選手からワイドレシーバー19番サーコン、ヘールズ6点獲得です。パス成功、パスだ。インターセプト、クォーターバック10番左サイドライン際へのパスを投げましたが、このパスは弾かれ、それを奪い取ったのがエールズ21番攻守交代です。ターンオーバー、再び中央へのダイブプレー、キャリア44番ファーストダウン獲得です。パス不成功、ナイスカバー、ここでイエローフラッグ、ナイスラン、ランニングバック97番ダイブプレーから中央突破、大きく前進しています。インターセプト、タッチダウン、ランニングバック26番ハンドオフを受け、右オフタックル付近を駆け上がり、相手タックルを縫うようにかわしながらそのエンドゾーンに飛び込みタッチダウン。ヘイルズ6点獲得です。インターセプト、プレーを選択します。ギャンブル、クォーターバック10番オプションプレーから自らキープ、中央突破を図りましたが判定を待ちます。ファーストダウンには至っておりません。攻守交代です。ターンオーバー、パス成功、ファースター、パス成功、クォーターバック10番18番にパスを通し約9ヤードゲイン。パスは成功、しかしこれで交代しました。ターゲットはバックス26番、結果4回目の攻撃失敗となりまして攻守交代です。ターンオーバー、ここで試合時間がなくなりました。ここで試合終了、NFA 日本社会人アメリカン試合終了となりまして、クラブアイランズ0点リードエフォートエールズ20点でリードエフォートエールズの勝利となりました。リードエフォートエールズの試合はご覧のように0対20をもちましてリードエフォートエールズが勝利いたしました。会場の皆様、両チームの選手に今一度大きな拍手をお送り。